画好きのカンチャンネル、いやー桃太郎、いや昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。膝大丈夫かよ。おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこどんぶらこと大きな桃が流れてきました。山梨の桃最高らしいよ。山梨の桃ってさ、皮ごと食えるらしいよ。おばあさんは大きな桃を拾い上げて家に持ち帰りました。膝大丈夫かよ。おじいさんとおばあさんが桃を食べようと桃を切ってみると、いや、なんと中から元気の良い男の赤ちゃんが飛び出してきました。お前こんな狭いところにいて膝大丈夫かよ。桃から生まれた男の子、おじいさんとおばあさんは膝太郎と名付けました。すくすく育った膝太郎はある日こんなことを言いました。差し当たって鬼ヶ島に行って悪い鬼ムタを退治します。旅の途中で永田に出会いました。膝太郎さん、どこ行くんですか。鬼ヶ島にムタ退治に行くんだよ。じゃあお腰につけたきびだんご一つくださいよ。いいよ、めんどくせえよ。そして今度は天山に出会いました。お腰につけたきびだんご一つください。なんだよお前、めんどくせえよ。さらに今度は孤児に出会いました。お腰につけたきびだんご、お前めんどくせえよ。膝太郎はついに鬼ヶ島へやってきました。膝太郎はシャイニングウィザードで攻撃、最後はムーンサルトを決めました。俺もそれできねえよ。俺の膝、ムタから100万円というお米をもらいました。おいマジかよ。めでたしめでたし。いや、ムービーをですね、シーングしてるオールウェイズの皆様、ハイ評価、そしてチャンネルプッシュ、どうも。